おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日なんですけども、ちょっとマニアックなことしてみようかなと思ってます。で、僕がですね、世界中の瓶ビールをね、こう飲み倒してきてました。で、この瓶ビールのね、栓ですね。これがね、まあ、王冠って言われてるんですけど、これがですね、ここに全部溜まってます。何個あるんだろうって、まずちょっとね、数を数えてみようと思うのと、まあ、デザインすごく豊富なんですよ。ちょっとね、一回ね、ちゃんとしっかりね、見てみてですね。で、この中からですね、かっこいいなと思うものをね、5個ぐらいちょっとね、選んでみようかなと思ってます。今までね、じっくりね、見てこなかったんですよ。なんで、ちょっと今日はですね、しっかりね、向き合ってみようと思います。よろしくお願いいたします。さあ、行くぞ。で、今回はね、この引っ張って開けるタイプはね、対象外にしようかなと思ってます。今回は全然関係ないんですけど、僕あのペニーコインってやつですかね、のメダルをね結構いっぱい持ってるんですよ。これまたいつか紹介する機会があればやってみようかなと思いますけども、今日は関係ないんでね、これもしまっときます。一旦ちょっと全部ね表にしましょうかね。なんかね、見てるとですね、メルカリとか見るとこのね、上の王冠だけね売られてますね。空き瓶も売られてるんですよね。僕はあの空き瓶も王冠もね全部取ってるんですよ。どうしようか、ちょっと困ってるんですよね。さあ、全部、ね、ひっくり返すことができましたということで、一旦数数えましょうか。ちょっと数えてみます。きた、数え終わりました。122本ありました。やっぱあるね。で、次はですね、この中からかっこいいなと思うものを選んでですね、5個ぐらい紹介してみようと思うんですけども、中にはですね、上デザインがね全く入ってないものもあるんですよ。これ何のビールだったかな、那須高原ビールとかこんなんやったと思うんだけど、ちょっとこのね、何もない武骨なやつは今回は対象外にしようかなと思います。なので一切ね、柄とか文字が入ってないやつはちょっとね、のかしましょう。あ、レフシリーズ、レフブラウンとかのやつは何もない上にね、アルミが貼ってあったんですよ。で、アルミが取れちゃったんで、もうこれも対象外にしましょう。さあ、残りは全部ね、柄とか入ってます。で、今回はですね、ビールの味うまいとか関係なく、デザインだけで選ぼうかなと思ってます。あれでもね、これだけ見るとね、何のビールだったか分かんないのがあるんですよね。味関係なくデザインで選ぶと。OK、行こう。味関係なく選ぶ？選ぶか。そうだよな。俺ね、これ入るんだよね。これかっこいいと思ってんだよね。どれがかっこいいんだろう。ん？はい、選び抜きました。一応ですね、1位から5位まで選んだのと、それとは別にですね、もう6個ほどかっこいいなと思うものを選んだので、全部でね、11個選んでみました。先にですね、じゃあ5位までのランク外になった6本がこちらです。この6種類なんですけど、真ん中の2つがね、このね、王冠だけ見てもね、いまいちピンとこないんです、僕で。一応ね、左角から言いますと、バドワイザー、その下がアドナムスモザイクエール、おそらくね、真ん中の上がですね、シンハーですね。で、この虎みたいな絵がですね、ビアシンって言われるですね、タイの獅子だと思うんですけど、で、その下、これ全くわかんないですね、ヒントなし。何のビールだっけ、これ、こんなビール飲んだっけって思ってます。1842がなんかヒントだよね。ちょっとこれ今の時点でわからないんで、動画編集時までにわかれば何かしらコメント書いておきます。で、残り2つ、上からシメイゴールドで、下が、コロナエクストラと、まあ、わっとある中でもね、目がいっちゃったんですよね。それがこの6種類でした。今紹介したのの上を行くやつをね、5種類紹介していくと、第5位がこちらですね、カンナビア。やっぱちょっと一つだけですね、なんか特殊というかね、他とは違うんですよね。推しのポイントが違うというか、色使いですかね、なんかね、目に留まるんですよね。あとデザインと、ほんとドイツのビールでね、若い女性に大人気ということなんでね、入れましたと。4位こちらです。これはですね、明日アップする動画ですね。これなんですけど、スペイン FC バルセロナのね、公式ビールになってるやつの王冠です。飲んだばっかですね。この赤く光り輝く王冠に、まあ、星とね、文字もちゃんとあってね、デザイン抜群だなって思いましたね。はい、3位こちらです、オルバル。これはね、もうビール自体好きなんですけども、王冠の、まあ、絵と
文字のバランスとか色とかもう絶妙にかっこいいなって思っちゃいましたと。だいぶ僕あのオルバイ好きなんで信者なんで1位でもいいかもしれないぐらいですね本当はね。そんな感じです。はい、2位ですね、ブルームーン。これまたねかっこいいです。で味関係ないって言ってもちょっとねごめんなさい、味もよぎっちゃうんですよね。ブルームーンも美味しかったんですよね。この時確か実際にオレンジを輪切りにしてね刺して飲んだんですけど、ものすごいハッピーな気分になったんですよ。それが思い出すっていうか、まあ、単純にデザインもかっこいいと思います。これね飲んだことあってもなくても飲んでみたくなるようなデザインしてるかなって僕は思います。はい、ラスト1位ですね。こんだけある中で僕が一番かっこいいと思ったのは迷わずこれでしたね。カールトンクラウンラガーというやつで、これがですねエリザベス女王2世即位記念で発売されたオーストラリアのビールの王冠です。これもつい最近飲んだんですよ。僕これ見た時にねかっこいいと思って、でこれきっかけで一旦ちょっとね数えてみようかと。おそらくこれが一番かっこいいと思うと、まあ一回見返してみてねかっこいいと思うね王冠ちょっとね何個かピックアップしてみようと思った、今日のこの動画を作るきっかけになった王冠ですね。これかっこよくないっす？これはめちゃくちゃかっこいいわ。洗練されてますね。色といいね、デザインといい、完璧ですね。今日ね結構時間かけて選んだんですよ。でしっかりね抜き出しました。でもう一回今改めてね思い返してみてもやっぱこれが一番かっこいいね。はい、ということで今日はですね僕が気づいたらコレクションになってました瓶ビールの栓ですね、王冠と言われる部分のご紹介をねしてみましたと。メルカリ調べますと普通にね出品されててですね売買できるようなので、まあもしかしたらですねその空き瓶とかですねこの栓ですね王冠の部分が売れるかもしれないってことはね今日ねお伝えしとこうかなと思います。僕自身は実際に売ったりしたことないんでね、ほんとそこはちょっとわからないんでね、もし売れなかったらごめんなさいというところで、でこうやってですね、まあ、飲んだ後もね楽しむことができるビール本当に最高だなと思っております。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルよろしく。